はい、どうも皆さんこんにちは、ケイと申します。本日はドラゴンボールのあの商品が発売されましたので開封していきたいと思います。ドラゴンボールスーパーカードゲームフュージョンバー覚醒の鼓動。はい、というわけで2月16日から発売になっておりますドラゴンボールの新しいカードゲームですね。もともと北米の方で販売されてたやつ、逆輸入って感じなのかなというわけで、新しく発売になりました。で、本日なんですけれども、こちらのフュージョンワールドをはい、というわけで3ボックス、ゲットすることができました。結構ね、入手難易度、品薄になってるところが多いのかな。まあ、あんまり探したっていうよりは事前からもう予約してたんで3つゲットすることができましたので、早速こちらをね、開封していきたいと思います。というわけで記念すべき1パック目開封していきましょう。これは確かね、ヨドバシカメラで、予約した分だったような気がしますね。シュリンクとかはこのドラゴンボールのやつはないんですね。で、ワンボックス24パックかな。はい、こんな感じで入っております。かっこいいね、悟空。じゃあワンボックス目は、手抜きでやっていきたいと思います。いや、久しぶりっていうかポケモンカード以来だな、こういう風にパッカー戦の。でゲーム性とかも、実はティーチング会っていう新しく始めるときにルールを教えてくれる、ね、会があったんで、それに参加してきました。まあいいや、その話はいいですね。さあ早速サウザー、オレンジ色、これ色も関係あるんだよね。でザマス、なんか強いカードがどれだかとかはまだ分かってないです。でマゲッタ、結構いろんなキャラクターいるよね、まあ、140種類ってことで。でミライトランクスで、あ、これはレアですね、トランクスミライ、緑っていう感じです。いやドラゴンボールもついに、ワンピースカードがね今すごい流行ってるんで、ゲーム性とかはそんな感じなんじゃないかなと思っております。まあ、僕ワンピースカードやったことないんですけれども。ってことで、悟空、アウェイキン。あ、これは、あれですね、リーダーカードってやつか。で、18号さん、カメちゃんじゃなくて、マフーバ、ザーボンさん、ミスターサタンのレア枠がボディーチェンジですね。てか、24パックって結構あるな。ポケカが、あれ普通20パックだっけ入ってるの。ポケモンカードもしばらく開けてないんで、しっかり覚えてないんですけれども、春巻き、ドクターロタ。ドクターロタって何出てきたんだろう。悟空、絶望の刃、人道人間17号からの、おー、孫悟空。これはレアですね。皆さんはドラゴンボールフュージョンワールドこれ、ゲットできましたでしょうか？ぜひね、ワンピースカードぐらい流行ってくれると、やっぱファンとしては嬉しいですよね。クーラ。あ、これクーラのリーダーカードだ。クーラデッキっていうのも組めるのかな？と、20号、プアール、あ、プール。プアールは完全にヤムチャのお供ですね。テンさんからの、ベッドゼーター。これもレアかな？レア1枚確定っぽいですね、ワンパック。で、シークレットは、実は、ツイッターで見てしまったんですけれども、身勝手の僕、引き出しかな、あれは。引き出しの、シークレットパラレルみたいなやつがあるみたいですね。お、第7宇宙代表。これは強そう。今の絶対テロップでコナミ感って入ってるからな。え、カリフラからの、お、ヒットスン。ヒットスンとかも使いたいです。あ、これスーパーレアなんだ。このスーパーカードゲームは、海外でやってるやつと同じルールなのかな。ってことは、カードも使って大会とか出れたりするんでしょうか。そんなことないか。ポケカは英語版で使っていいんだっけ？ダメなんだっけ？その辺もしっかり把握してませんが。さあ次は、おー、ファイナルフォークトランクスルー。おーい、続いて何パック目か分かりませんが解説していきましょう。ワンボックスにシークレット確定ってわけはないか。シークレット確か2種類しかなかったんで、多分シークレットも出ないパックはあるってことだね。 SR 何があれなんだろう。お、これはいいんじゃなかろうか。 SR ですね、ギニュー特戦隊。あ、でもさっきヒットも出たか。さあ続いて回復していきましょう。一応ね、あとね、そのティーチング会っていうのに参加しまして、まあルールある程度教えてもらったんですけれども、まあ、さっき言ったような、ね、ワンピースカードとかも同じルールなんでしょうか。同じとか似たような。もし知ってる方いたらコメント欄で教えていただけると幸いです。あとデュエマとかが同じような感じなのかなと思ったら、これシークレットパラレルってやつかな。マイちゃん弱そう。あ、でもコスト1だね。この星がついてるのがパラレルっぽいですね。現時点では、各カードどれぐらいね、価値があるかっていうのは、さっき言ったように、ちゃんと把握してないんですけれども、まあ、この動画を、投稿するときには、しっかりとテロップ入れて、買い取り参考価格ぐらいは入れたいですね。自分自身もちょっと、その辺、しっかりと、お勉強がてら、入れていきたいと思っております。グルド。そういえば、今更ですけれども、カードを買うことばかりに集中してて、スリーブを買うのも忘れてましたね。このカードのサイズっていうのは、どのカードと同じサイズなんだろう。ヒーローズとは一緒じゃないよね、多分。お、17号じゃなくて18号さん。自分が持ってるのってポケカ用のスリーブか、あとはヒーローズ用のスリーブしかないんで、それに入んなかったらさっきのマイちゃんとか、SR の星ついてのパラレルだよね。合ってんのかな。ああいうのもちゃんとね、スリーブに入れておきたいですよね。お、スーパーノーバのクーラ。かっこいい。で、もう早速ね、なんかジムバトルみたいなやつが、結構いろんなカードショップとかで、おー、ごはんちゃんかっこいい。これのパラレルとかもあるみたいですね。
いいね、スーパーサイヤン2やっぱかっこいいよね。ご飯ビーストとスーパーサイヤン2、皆さんはどっちが好きでしょうか。まあまあ最近出たばっかりだから個人的にはね、ご飯ビーストが今来てるんですけれども、全然関係ない話ですが、ドッカンバトルでね、今ね、ご飯ビーストとガンマ1号2号が来てるんで、早速私は当てることができたので、最近ちょっとついてると思っておる。ただこのボックスはあのマイちゃんが当たり枠なのかな。クソ、そう24パック結構あるな次からはね、もうハサミでちょきちょきと切っていっぺんに開封していきたいと思います。ゴバス様、今のところまだ被ってないのかな。140種類だもんね。ウィスさん、クラッシャーボール、お、ギニュー特選隊のレアですね。ギニュー特選隊デッキとか組めそうですね。早くルールとかね、カードの種類を把握して、まあ、開封せっかくしてるんで、あ、このカードは強いですねとか、このカードは弱いですねとかやって、あの、しっかりと解説できるようになっていきたいですよね。じゃないとこうやってただ見てるだけで、あ、光ってる光ってないで終わっちゃうっていうのが悲しい。さあ続いて開封していきましょう。ボックス自体はもうやっぱり予約だったり、もう店頭では並んでないのかな。再入荷とかってこういうカードって大体どれぐらいの周期で来るんでしょうか。大神官様とか強いんじゃない。お、人造人間18号のスーパーレアですね。あ、でスタートデッキブロリー買ったってさっき言いましたっけ。でただ何も調べずになんとなくブロリーかっこいいなと思って買ったんで、ちょこっとね、あの、調べてみたら、スタートデッキ4種類あるんですけれども、一番使いづらくておすすめされてないのがブロリーでした。お、ご飯かっこいい青年期。さあ、じゃんじゃん開けていきましょう。じゃないと動画が長くなってしまう。ピッコロさん、シュー、あ、ギニューね。ババリ星人、こうやって見ると結構ドラゴンボールってキャラクターいっぱいいるんだね。20号、そっか、140種類って言ってもそのパラレルだ、あ、じゃない、パラレルとかそういったカードとかも含まれてるんで、ダブリもあるのかな。このギニュー特選隊とかももう出てましたね。こういう何にも効果が書いてないカードは弱そう。で、悟空のレア、今のところ属性は4種類なのかな。これからまた増えていくのかもしれないですね。青と緑でしょ、で赤でしょ、あとはオレンジ。お、ちょうど出た16個からのご飯、残り、わずかですね。さあ2枚箱とかもあるのかな。もう完全に頭の中、お、リーダーカード、リーダーカードはね1枚あればいいから結構、今回クーラとご飯とさっきのギネ出てきたんで、あ、ぶぶぶ、ちょっと崩れてきた、崩れてきた。ある程度デッキが組めるようになるんじゃなかろうか。極ブラックかっこいいな。で、チールド、さあ1ボックス目、残り3つですね。3パックですね。こういう風に裏表紙から開けるのもやっぱパックの醍醐味ですよね。パンちゃん、赤ちゃん機、メタルクーラー、もうさっき出たな。孫悟空からのクロースト、残り2パックでございます。だん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 喋ることがなくなってきました。本当はね、カードの内容をしっかり見て、あ、これいいねって言いながら開封したいんですけれども。お、ギニュー、ケールからの、おー、ビルス様、エサールですね。ではラスト1パック解説していきましょう。ミスターサッタン、ドクターロッター、ザンマス、時飛ばし、アイビームからのラスト、おー、レアですね悟空ブラック。というわけで1パック目の当たり枠というかが、マイちゃんの、パラレルですね。これは強いんでしょうか。では2パック目開封していきましょう。販売時ね、ここね、こうやって止めてるだけだったんですよね。だから最初リンクじゃないけど、ネットで買うときはやっぱり要注意ですね。もしかしたらレア抜きとかされてるかもしれないです。ではこのち、じゃあこのちっちゃいハサミなんで3パックずつぐらい切っていきましょうか。これでさ、こういう風に開封して間違ってカード切っちゃったっていう人いるのかな。さすがにそれはないか。はい、というわけでこんな形でね、カード開けたことなかったんで、早速上が切れてないということがありましたね。さあ、クーラリーダーカード、ご飯、ザーボンさん、シュー、19号、あ、これ電話ね、はいはい。まあ、さすがにある程度見たカードが出てきてるんじゃないでしょうか。おお、新キャラ新キャラではないけど、ワンボックス目では見なかったですね。まあ、レア枠とかがやっぱりまだ出てないのが、それあるか。24種類出てる感じかな。お、後半のレアですね。これいいね。さっきも出たか。では続いて3パック目、3パック目じゃない、開けていきましょう。いや、怖いなこれ、なんか地味にカード切りそう。さあ行きましょう。あ、またギニュー、リーダーカード被るな。ベジータとか悟空とかはスターターデッキのしかり、あ、でもリーダーカードさっき悟空いたか。クーラ、スーパーノーバーのレア、あれスーパーノーバーってレアしかなかったっけ。ノーマルでもそういう風になんかポケモンカードみたいに格上げみたいな形なのかな。お、これは SR ですね。17号、あ、17号18号、へえ。人造人間デッキとかもいいですね。さあもうすぐレアワークです。9位からのカメちゃんからのここ、あー、18号さんですね。やべえ、3パックずつでも結構時間かかっぞこれさあ行きましょう。瞬間移動カメハメハ、ゴバス、アプール、20号、悟空さ、クソ、そう、はいはい。あ、で、そっか、これパソコンでもできるんだよね。携帯だとできるのかな。ネットの方はね、これ発売前からオクーラの SR ですねやってたみたいだけど、
やっとリードカード来た。これで、人造人間なんだっけ、デッキもう組めるようになりましたね。さあ次来い。おー、なんだこりゃ。力の大会の舞台裏、違う、なんで勝手に舞台裏にした。そうそう、ネット環境のやつ、あれはパソコンでしかできないのかな。ちょっとその辺も後で調べてみようかな。なんかね、 QR コードがこれ各パックについててなんかできるみたいですねなんかちゃんとその辺も調べてないので分かっていないんですが、ブロック面はフリーザからの、トランクス未来アプール、テンスさん、テンスさんブルーマ、ギニューからのドクターゲノム研究所、これがなんかあれかな、サポートカードみたいな感じ5バスよう出るな、コールド代用だ。こういうね、何にも効果が書いてないのはあんまり使わないですね。あ、でもこれ読んで多色デッキとかもやっぱまだ流行んないだろうね。あ、うそはい、というわけでまいちゃんがまさかの、もっと他にパラレルいっぱいあるでしょ全然違うところで買ったから逆に被ってんのかな。あ、また開いてねえなこれ。マジかよ、まいちゃん別にそんな好きでもなんでもないし、多分そんな強くないし価値もないでしょメタルクーラー、ベジータ、クラッシャーボール、まいちゃん、まいちゃん、あ、これのパラレルですね。いやー、まあまあ、またね、購入できる機会があればぜひとも買っていきたいところですけれども、そもそも入手することがこれから困難になっていくのか、それとも比較的買えるのか。もっとさ、あの、素人考えだけど、ポケカとかも印刷すればいいのにって思っちゃうんだけど、だからメーカーとして流通枚数をちゃんとコントロールしてるのかな。そんなことないよね。ある程度レア枠以外のところはもう全部出たんじゃなかろうか。まあ、これはね、またね、仕分けしたりするのがね、個人的には好きなんですよね。あの、色に分けたり個数ごとに分けたりとか、そういう整理整頓好きな方いらっしゃいますでしょうか。で、あとそう、ティーチング会に参加させていただいて、一応ストレージはもらえたですね。もらえたですね。いきなりタラちゃん。あ、メカフリーザ、これ初かな？いや、パラレル、やっぱり、ワンボックス1枚なのかな？まさかのマイちゃん2枠というね。これ、ドッカンバトル、ドッカンバトルはね、めちゃくちゃ引きが良かったんですよ。あ、また切れてね。ここにやろう。ここが切れてない。はい、では行きます。バドス、19号、サウザー、少年期、おトランクス、これも 新規っていうか初ゲット。そうあ、まあいろんな色に一応いろんなキャラクターがいるんだね。ファイナルホップスラッシュ、おリーダーカード2枚目、リーダーカード2枚目はいらないな。リーダーカードのキラキラ光ってるやつが個人的には欲しいですね。さあ、というわけであっという間に、2ボックス目終わることができました。なんか言い方悪いけど、あ、そういえば悟空ブラックのリーダーとかいないのかな。パンちゃん、キャベ、まあ、今からいろんなキャラ出しすぎちゃったら今後のね展開があれですけど、なんか、カレンダー見たらもう第3弾ぐらいまでは予定が決まってるみたいですね。何ヶ月おきに、3ヶ月か2ヶ月おきぐらいに多分新しいブースターパックっていうのが発売されるんだと思います。というわけでまさかのマイちゃん2枚目、3ボックス目に参りましょう。最後のボックスはティーチング会で購入できたものなので一番縁起がいいと言っても過言ではない。さあ、ラスト、ワンボックス、参りましょう。まさかのね、マイちゃん2枚っていうね。逆にここまで来たら、マイちゃん3枚来てほしいと、欲しいまである。もうこの辺はもう全部かぶりなんで、さっさっさと、さっさっさと。あ、ヤジロベ、ヤジロベ未来。あんなのあるんだ。あ、で、何枚目に、何パック目に、レア枠が出てたかって、あんま確認しなかったけど、なんか今のところ2ボックス見た感じだと、体感真ん中ら辺に入ってるっぽいですね。王妃と。ただ今となっちゃうバックをね自分で選んで買えるようなご時世ではないので、フリーダ、これがあれですね、パラレル早速来てしまう。あ、ビル様リーダーカード初、サウザー、ゴクブラック、いやってことでフリーザが最後のパラレルでしたね。個人的にはね、もうちょっといいやつ当たってほしかったんですけど。え、ということはこれもう完全に残りのこの3ボックス目って消化試合になっちゃうの？そんなことないよね。まだ持ってないカード来てほしいな。まあ、何が持ってないかすらも把握できていないんですが、パッと見たことないやつが出てくれるとありがたいですね。あとね、やっぱ単純にカードゲームって面白いですよね。あ、ボタンもこれ初ゲットかな。もう早速、ショップバトルとか、まあなんていうの、シティリーグ的なお、あ、これをゲットしたやつももう開催されてるみたいですね。なんか専用の、バンダイナムコのアプリを登録してそこから申し込むみたいですね。まあ、今回のその、ティーチング会じゃなくて今回は発売記念イベントみたいな感じかな。あ、これ新規ですね。ショップバトルとか、あとはまあ交流会ですとか、結構ね、いろんなイベントがもう開催されてますので、あ、これも新規ですね。皆さんもお近くのゲーム屋さん、カードショップとか、覗いてみてはいかがでしょうか。参加賞だけでも、なんか、プロモパックとか、
もらえたりするみたいなんで、でも今年から早速なんか全国の世界大会みたいな、そういったものも開催されるみたいです。あとはもうここからちょっと一回早送りでいきたいと思います。なんかめぼしいカードがあったらね、その都度止めていこうと思います。はい、というわけで本日はこちらドラゴンボールスーパーカードゲームフュージョンワールド覚醒の鼓動サンボックス開封してまいりました。ボックスに1枚しか入ってない当たり枠がまさかのマイちゃんかぶるというね。フリーザはまあまあまあ別に嫌いじゃないんでいいんですけど、せめてね違うカードが当たってほしかったなと思います。はい、本日もご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。